私は中洲教会で青年部で部長をしてます高木と申します。高木亮と申します。ここに書いてる通りですね。まあ、中洲の中でも活動はしてますし、あと、まあ、日本橋五の部といって浜町とか下町町とかも含めたエリアでも活動してたり、今、まあ、中央区全体でもいろんなことを始めようとして活動してるんですけれども、今日は住民と考える新しい防災ということで、防災のことを皆さんで共有できたらなと思ってるんですが、今日は防災のことについて技術的なことだったり知識的なことだったり詳しいことは何もしません。皆さん、まあ、防災の意識って、まあ、僕がちょっと思うところに、まあ、皆さんあまり考えてらっしゃらないのかなというところで、そもそもじゃあなぜ防災って必要なのっていうところのきっかけが今回作れればと考えてます。50世代です。あ、50世代、はい、ぴったり50世代。50世代、はい。一部空きがあります。ああ、はい、そうなんです。じゃあ約、まあ、約じゃあ50って感じなんですかね。はい、じゃあその中で、顔見知りというか、はい、普通にお話しできる方ってどれぐらいいるんですかね。じゃあ、基地になると思うんですけど、やっぱり、自分が相手のことが思えるからこそやっぱり僕は思ってもらえるのかな、自分のことを知ってもらえてるから、こうなんでしょう、知って知られてというか、やっぱりその助け合いの関係って、じゃあ非日常に急にできるかっていうと僕はそうじゃないよね。日常のやっぱりつながりがあるから、あ、じゃあ隣の人ってどうしてるのかなとか、そういう話になってくると思うので、今日は、まあ、参加されてる家族の方がいらっしゃると思うので、その辺も含めてみんなで、隣の人にも大切なものあるよね、自分にもあるし、じゃあそれを思ってもらえる関係がこのマンションの中、さらに言うなら中洲、さらに大きいエリアでこう広がっていったときに、じゃあ防災のすごい知識がある人が少なくいるよりかは、みんなが少しずつ防災の意識が上がったときに、やっぱりそれぞれの大切なものが守れるのかなというふうに考えているので、今日は皆さんと楽しく、そんな難しい話は全然ないので、できればなと。で、逆にここで顔見知りになっていただいて、今後のこうマンションのコミュニティがより良いものになっていけばと考えてます。で、今日、初めの方のワークショップの方は佐藤さん、佐藤ひとえさん。生まれも育ちも中洲。で、まだ大学院生で、大学の時に看護師の資格を取って、今保健師の資格を取っている最中という感じで。あと宮下純一君、町会の防災のことをやってる宮下さんっていう方がいらっしゃるんですけど、まあ、中心になってやってらっしゃる、その方の息子さんで、日本橋消防団に所属して、応急手当指導員といって、上級救命とか普通救命とかあると思うんですけど、それを指導する立場の資格を持ってるので、今日共助・公助っていう言葉を最初にご説明したいなと思うんですけど、この言葉聞いたことあるよっていう方、ちょっと手を挙げていただいてもいいですか。まず自助っていうのは、まあ、文字の通り、まあ、自分で助けるって書くので、自分家族の身の安全は自分で守る。例えば食べ物とかお水を多めに買ってしまったりとか、家具を動かないように固定したりとか、そういうことが自助になります。続いてこの共助っていうのは、まあ、それこそこういう町会のつながりだったりとか、こう近所に住んでいる方との助け合いというのを共助と言います。で、そして最後に公助というのが、中央区とか、あとそれこそ消防、それから警察の助けのことを公助と言います。で、今日はですね、自助っていう部分と、それからその共助っていう部分に視点を当てて、防災について学んでいけたらなと思っております。中洲町会の防災拠点は有馬小学校というのは皆さんご存知ですよね。ありがとうございます。で、その有馬小学校に非常食は何食分あるでしょうというクイズです。正解は2000食なんですね。実はどうでしょうか。多い少ないなんか皆さんこうちょっといろいろどう思うか皆さんのあれなんですけれども、まあ、いずれにしろですね、まあ、食べ物をはじめとして日頃からこう自分自身で備えておくっていうのがすごく大切なのかなっていうのが、このクイズで分かっていただけたら嬉しいです。まあ、食べ物をはじめとして日頃からこう自分自身で備えておくっていうのがすごく大切なのかなっていうのが、このクイズで分かっていただけたら嬉しいです。東日本大震災で被災された方にアンケートを取ったものに
で、これ見ると日常的または頻繁に教会に参加してるって方は助けられましたって方が 71.5%、 でも全く教会に参加してないですって方は 32.8% なので、ここでもう 40% ぐらい差があるんですね。なのでこういう日常的につながっていくっていうことが実際に防災その災害が起こった時にも助け合いにつながる。今日の目標としては1つ目が防災を自分のこととして考えるということ、そして2つ目が近所の人との関わりの大切さを感じていただくこと、この2点を目標として進めていきたい